分さっきより腰周りとかも動きが良くなったと思うので、ちょっとさっきと同じことやってみますね。あ、行きますね。下がりますよね。さっきよりだいぶここに近づくようになりましたね。良かったですね。これだけ弾力が出てくると負担が少なくなりますね。硬いですね。痛いですか？大丈夫ですか？だいぶ弾力が落ちてますね。いかないですね。かかとって骨盤の反射区なので、腰が悪い方ってここ痛いことあるんですけど、大丈夫ですか？ちょっと痛くはありますか？痛いですけど、全然、嫌な感じはないですかね。やっぱちょっと足裏硬いですね。
仰向けに寝てみて、はい、いかがですかね。普段より背中の密着度がはいてます、ね、はい、ペターンってついてる、はい、て感じます。はい、寝た感じが楽になってますかね。楽ですね。はい、ひときのところ叩いていきますね。痛いですかね。効きます。そうですね、やっぱ結構こう前のめりというか、うん、力入れてこう、まあ、今ねまさに忙しくしてたりとかまあ慣れない作業してとか、まあ、目が疲れてるとかいろいろ要因あると思うんですけど、ももにもかなり張りが出てますね。いただいていいでしょうか。はい、そうですね。はい、ちょっと上げていきます。怖いとか嫌な感じがあったらおっしゃってくださいね。あとちょっと押さえます。おつらくないでしょうか。大丈夫です。骨盤の調整ですとか腰痛に弾力を出すというふうにしますので、楽にしてお受けください。嫌な感じがあったり辛かったりしたらおっしゃってください。辛いでしょうか。はい、しますね。左右に倒します。辛くないですか。こちらの方が倒れにくくて、この方が倒れやすいかなっていう感じがするんですが、いかがですかね。はい、ちょっと実際そうですよね。こう突っ張ってますよね。はい、なのでこちら問題ないんで、こちらのまあ今、まあ、この辺ぐらいで突っ張りますよね。ここからここまで真上までちょっとこう戻していただくのをちょっと力入れますけれども、やってください。ぐーっと頑張って持続的に力入れてください。ぐーっと頑張って両足ピタッとつくまでですよ。はい、確認します。はい、もう一回行いますね。はい、ぐーっと頑張ってください。もうちょっとですよ。もう少し。はい、いいです。あと一回行います。はい、お願いします。ぐーっと頑張って。もうちょっと。はい、いいです。これでこちらに倒すのと、こちらに倒すのと、こっちも倒れやすくなった。そうですね。少しずつ上げていきます。
辛くないでしょうか。ちょっと開いて伸ばしますね。ちょっと伸びにくいですかね。大丈夫でしょうか。伸びてる感じありますか。ちょっと股関節の動きを良くするようにしますね。ご自身では楽にしていただいてていいですよ。ないでしょうか。はい、じゃあ反対の足も行いますね。こっちに行きにくいですよね。さっきもそうだったんですけど、外の方が取れやすくて、違うのがね、実際は、はい、ストレッチもしてた、はい、あ、はい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 、あ、なるほど、内側は背中、あ、背中さ、はい、そうなんですね。円形も硬いのかもしれないですね。ちょっとやっていきますね。十分伸びてる感じありますか。していきますね。失礼します。辛くないでしょうか。じゃあ、背骨の方もします。辛くないですかね。ちょっと関節回します。先ほどよりはやりやすくなってますね。内側もね。はい、からもう一回こちらも伸ばします。十分伸びてますか。ちょっと押します。ちょっとこちら痛いかもしれませんね。ちょっと辛いそうな。大丈夫ですか。これ痛いですね。下より痛い。そうですね。だいぶ右のが硬いですね。これ肩寄りができちゃってるんですね。少し長めに押していきますよ。硬いってことは足が上げられなくなっているんですよね。だから右足の方がちょっとね、足上げにくかったと思うんですね。
私も見たいですね。大丈夫でしょうか、ちょっと揃えるために色を押していきます。高さがね違ってますよね。ここねじれちゃってるんですよね。左腰の方が前に来てるというか、少しねじれてますね。今だいぶ染めてですね。